サーヴァント、アサシン、風魔小太郎、このようななりですが、どうぞよろしく。主殿、どうか、その、いえ、何でも。雇われたからには努力します。やるときはやるが、僕らの信条ですから。主殿が一角の武将になるまで、いえ、立派な大名になるまで頑張りましょう。侍か、それも架空の侍とは。やっぱりこの国に根付いているんだな、武士は。ある意味で僕と呪腕のハサン殿は一番近いのでしょう。彼は悪魔の腕で、僕は鬼の体で邪悪を正そうとするのだから。あ、足柄山の大先輩、神と筆、神と筆、ここに一筆お願いしたいのですが。宝具名？ああ、それは父から継承しました。孔毛碧眼で大柄の男だったとか、おそらく南蛮の出だったのでしょう。好きなもの？手裏剣と刀、鎖鎌、身代わりの木材に火薬玉、薬草の手入れでしょうか。メンテナンスは大事ですよ。嫌いなもの？我が風魔の誇りを汚すもの、それは明瞭に敵です。聖杯、武士ではなく忍びが支配した世界を見てみたいかな。冗談、冗談ですよ。はい、我が主、風魔小太郎、まかり越しました。任務とあらば、どのような用向きにもお使いください。主殿は、その、あまりえばらないのですね。あ、いえ、威厳がないとか怖くないとか、そういう意味ではなくて、大変、お使いしやすいです。もっと派手な武器はないのか、ですか。手裏剣にも種類があって、車剣とか見た目は面白いのですが、あれはあまり威力がなくて、やっぱり投げるのなら短刀型の苦内が実践的というか。あ、そういうことではないですよね。すみません。この赤毛は異国の出身の証なのでしょう。父もそうでしたから。それだけでなく、僕は他にも試行錯誤の末に生まれた子供のようです。人のような、そうでないような、人でなしのような、そういう存在です。僕は人でなしかもしれませんが、それでもいいと今は思います。ありがとう。今はあなたという主のために自分のすべてを使いたいと思います。主殿、何か起きたみたいです。気になるのなら音もしますよ。主殿が生まれた日だそうで、元服は済ませているのですか。せっかくですので、先代のお風呂を持ち出してみました。着こなせているでしょうか。ありがたいのですが、申し訳なく、この寝台に足る活躍をしないといけませんね。
風魔の全力、これでお目にかけられます。我らが忍術の粋、ご覧あれ。僕のような未熟者がこの域に届くとは、ありがとう。何もかも主殿のおかげです。え、この部屋いっぱいの武器は何だですか？僕の数少ない趣味というか、いい武器があるとつい取り寄せてしまうもので、いい機会です。主殿にも一つ都合しましょうか。どうか恨まないでほしい。それではその参ります。結露を開きます。時勢の句でも読んでおけ。急所をつきましょう。承知、御用とあらば。では切り札を。せい、ひゅっ、葉っぱブレイク。すなわちここは阿鼻教官大炎熱地獄イモータルカオスブリゲイド、窮地なれど死地にあらず。何もない、何も
ない。我が主、どうか鼓舞して。刃にてその心を断つ。残念ですが慈悲はありません。死のブレード、いえ何でもありません。少しだけ強くなりました。